これ以上の皆様こんにちは本日はボートレース下関海峡ドリームナイターオープン記念スカッパー JLC 杯にご来場くださいまして誠にありがとうございますただいまより本日の第12レース優勝戦に出場いたします6選手の公開インタビューを始めてまいりますどうぞ皆様ステージの前でのご声援をよろしくお願いいたしますさあそれでは記念すべきナイター開幕戦となりました海峡ドリームナイターオープン記念スカッパー JLC 杯 優勝戦、出場選手の登場です。まずは1号艇、地元の谷村和也選手。2号艇、吉川元宏選手。3号艇、吉田拓郎選手。4号艇、下手拓也選手。5号艇、佐々木康之選手。 六号艇北川淳二選手以上六選手に今一度盛大な拍手をお願いいたしますそれでは選手の皆さんはお座りください早速インタビューを始めてまいります一号艇の谷村選手センターにお願いいたします一号艇は地元谷村和也選手です輸出おめでとうございます、はい、どうもありがとうございますさあ十一戦四勝大きな着はありません ちょっとロングランシリーズになっていますが、はい、初日からフランスの手応えどんな感触といえそうですかそうですねエンジンの方は、えー、しっかりしていると思います特に気に入っているところそうですね、悪いところがないというところですかね、はいかなりあのー、今節は天候も変わりましたけれども、その中で気象条件に左右されることもなかかっったですか、はい、えー、とまあ日替わりで回転の調整はしてますけれども。はいまあ みんな条件は一緒なので、はい、まあその中での、えー、差は変わってないと思いますけれども、はい。今日は優勝戦に向けても微調整で良さそうですか。そうですね。昨日までと少しコンディションが違うので、はい、えー。プロペラでちょっと改善をせようと思ってます。さあスタートですけれども、昨日はコンマ零八トップスタート決めました。はい。節貫当社の監督してはいかがでしょうか。スタートは、えー、結構気持ちよく切れてます。お腰の感触も問題なさそう。はい、大丈夫です。 それでは、最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、ええー、気合で出します。応援してください。ありがとうございました。一号艇は谷村和也選手でした。続いては、二号艇吉川元裕選手です。ええ、おめでとうございます。ますえー、今年、これが八節目となりますが、七回目の輸出ということで、緊急リズム好調ですね。はい、あの1、一パーセンしか走ってないんで。さあ、あの、十戦四五勝ということで。 3日目からオール3連隊ですがギアケースの調整などもありましたキャリアボディーも交換とかありますが船足現状どんな足と言えそううでしょうかまあ初日はちょっと、あのー、よくないなと思ったんですけど、はい、まあ今はだいぶ負けない程度にはいっていると思いますその中で特徴として何か見えるところありますかいや、あのー、特徴はないですね、はい、優勝戦に向けての調整課題としては何が残っているんでしょう まあ、あの気温に合わせて微調整するぐらいです。はい、スタートの感としては、いかがですか、今節は。スタートは、あの、あの、感度いけてます。感度り、変則でもいけてますか。はい。はい。二、はい、号艇で登場となります。進入も含めたレースのイメージとしてはいかがでしょう。まあ、二号すからになると思います。はい。はい、それでは、最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。はい、あの最後の一子気合い入れて走ります。お声援よろしくお願いします。ありがとうございました。二号艇は吉川元裕選手でした。 三号艇吉田角竜選手です。おめでとうございます。さあ、今節、まだモーター下ろして、ちょっと時間も経ってませんが、二十九号機六十パーセントです。はい、前件からの感触、どんな手応えですか。か前件から、よく動いてくれてて、ちょっと、三日目、四日目の気象の変化に、自分が合わせれなかったんですけど。はい、エンジンはいいと思います。はいはい、いい状態で合わせきれていると、どんな足と言えそうでしょう。あ、出足がいいですね。あの、合わせないと出足が悪くなっちゃいます。はいはい、直線に関してはどうですか。 まあ負けない程度にはいってますその現状から今日の調整なんですが、どのようなことが課題となっているんでしょう。まあちょっと、合わないと出足が悪くなるので、それだけは避けられるように、しっかりあのいいターンできる調整をしたいです。はい、さあ、スタートですが、ちょっと風向きもいろいろ変わりましたが、その中での見え方、どううでしょうかまあゼロ人もいっちゃってるんでね、あの反省してるんですけど、ならないですね、こればかりは。はい、<laughs> 本番もも攻めていくつもり まあ控えながら、はい、まあ、さと、はい、負けはしたくないので、頑張りたいです。はい。新、はい、入としては想定は現時点では、どう考えていらっしゃいますか。まあ三コースを想定してます。はい、はい。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、一、え、日、ー、着取らないと、ボート勝率下がるんで、頑張ります。<laughs> ありがとうございました。3号艇は吉田格郎選手でした。続いては4号艇下出拓也選手です。言うおめでとうございます。はい、ありがとうございます。ええ、下関では、これが初優出となりましたが。 まあ、あの当地の勝率としては、この中では一番高い勝率を持ってますね。多分あんまり来てないんで、はい、たまたまだと思います。<laughs> 印象的にはどうですか、ご自身の中では。なんかすごく乗りやすいんで、はいはい、レースしやすいです。はい、さあ、十三号機二十一パーセントですが。全、え、県、ー、一番時計でした。現時点での船足、どのような評価ができそうですか。はい、なんか、たぶエンジンがすごくいいんだと思います。はい。はい、やはり伸びの方がいい。なんか伸び方っぽいですね、うん。回った感触としてはどうでしょう。 もう自分好みになってるんで、はいはい、レースしやすすいです現状、何か残ってる課題はありますかうんもっと出足よくしできるように、はいはい、ラします、はい、さあ、スタートえ、フライングありますけれども、勘としてはどうですか、昨日も順位思ったより速くなってるんで、はいはい、気をつけながら、切らないいようにいきたいですね4号艇で登場ですが、レースの進入、また展開のイメージは バナレズらなければ四コースから行きたいなと思ってます、はい。それでは最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はいえー、一生懸命走ります。応援をお願いします。ありがとうございました。四号艇は下出拓也選手でした。続いて五号艇佐々木康幸選手です。ニュースおめでとうございます。はいありがとうございます。三月の大村での優勝から四節連続優勝となりましたが、ご自身の中でどうですか今年のリズムは。うーん まあ徐々にあのリズマリズムはアップしてきてるかなと思いますけどね。はい。はい、えー、16%という数字の34号機ですが、全県、うん、からの船足評価としてはどんな感じですか？まあそう別にっていう普通っていう感じでしたかね。うん、はい。特徴というのも見えない。うんあの悪くはないんですけど。はい。そう。 調整合わないともうなんか、はい、えっと行きたいとこ行けないっていうのかな。はい、ちょっと乗りづらさはありましたね。最初、現時点ではどうでしょう。その乗りづらさの解消というのは。だいぶね、えー、5日目後半からかな。はい、あそこら辺から、あのー、よくなってます。はいはい、優勝戦に向けては、改めてどんな調整になりそうですか。うん、今日の気象条件合わせてね、はい、あのー、展開つけれるような、あのー、感じにしていきたいと思います。うんはい、スタートの感はどうでしょうか。うん。 あのまあ、ご覧の通りあのり走表を見るとまた珍しく決まってるんでね結構、全速でいけてるんでね、はい、昨日だけちょっとあのアジャストしたんですけど、はい、あのいいタイミングでいけてると思うんで今日もいいいんじゃないかなか、はいはい、展開をつける足にしたいというお話ありましたがでで登場ですはい、はい、進入も含めたレース展開イメージは、まあ、あの枠なりじゃないですかね。はい それでは最後にファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。はいえー、最後を精一杯走りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。五号艇佐々木康之選手でした。続いては六号艇北川淳二選手です。ええ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ええー、十戦三勝、大きな着はありません。ここまでの船足、初日から経緯としてはどうですか。まあ、あの、もらった時からいい感じはあったんですけど。まあ、最初はちょっと伸び寄りでしたけど、はい、プロペラちょっと叩いて。まあ、出足回る足はしっかりします。はい。 伸びの良さをそのまま生かしたまま、他かも続いてきたそうです、伸びもそんな変わってないと思います、はいはい、優勝戦に向けては、その足の状態からまだ何か求めるところありますかいや特に、まあ、回転合わすぐらいですかね、はい、このメンバーの中に入っても十分戦えそうまあ展開があれば、つける足はしてると思います、はい、スタートの勘ですが、ご自身の思ったところにはいけてますかまあ僕、もともとそんなスタート早くないので、うんまあ、あんま分かってないです。はい 六号艇で登場となります。進入も含めたレース展開イメージ、現状どうですか。まあ、ピット離れが一緒なら、まあ、六コスカラースからになると思います。はい。ピット離れというのは、どうなんでしょうか、評価としては。あ、悪くないです。悪くないですか。わかりました。それでは最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい、スイーパーします。応援してください。ありがとうございました。六号艇は北川淳二選手でした。それでは、改めまして、本日の第十二レース、優勝戦に出場いたします。六選手、ご紹介させていただきます。 1>, 1号艇、谷村和也選手2号艇、吉川元博選手3号艇、吉田拓郎選手4号艇、下手拓也選手5号艇、佐々木康之選手6号艇、北川淳二選手以上6選手に今一度盛大な拍手をお願いいたしますそれででは選手退場です。 今日をもちまして海峡ドリームナイターオープン記念スカパー JLC 杯、第12レースの優勝戦出場選手の公開インタビューを終了させていただきます。